支柱を受けて負傷交代したヤクルトの赤羽義弘氏内野手が、左手の甲を2箇所骨折したことが明らかになった。試合後の高津監督が説明した。初回1死から内角直球に踏み込んでいったが、シュート気味に食い込んできた投球を避けきれず、死球となった。あまりの痛みにしばらく起き上がれず、試合後の高津監督は、2箇所骨折ですね、と説明。長期離脱の可能性を問われると、もちろん骨折なので、と唇を噛んだ。また塩宮サンタナ、小谷内山など今季は離脱者が続出しており、好調だった赤羽まで離脱が決定。しょうがないと思う部分と、こんなに怪我人って出るのかという部分と、非常に残念ですね。彼の分までみんなで頑張っていくしかないですね。そうか。谷内と同じ流れになってしまった。まさなお赤羽がいない外野は厳しい。マジか。当たったところがいかんよな。あることだけど、申し訳なさというか、やるせないわ。は。痛すぎる上がってきてやっとレギュラー掴むチャンス来たのに本当に悔しすぎる。本当に辛い。辛すぎる。これからだったのに。連敗の後にきついニュースだ。打撃開花したような状態でここから活躍期待していただけに、この離脱は本人とっても痛すぎる。怪我人多すぎて、2軍試合できる？怪我人多いは人いないわ。2軍は正ポジションじゃないところ守るは競争もなくレベル上がらない。みたいになってきてる。